こんにちは、ゆうです。パズダのお時間です。はい、今日無課金サバカ芝居のルやっていきたいと思います。今日お誕生日の方おめでとうございます。はい、あの動画久しぶりになったなっちゃったんですけど、ちょっとね、あの休憩します。休憩というかね、ちょっとメンバーシップさん限定でちょっと遊んでました。はい、よければ皆さんもご参加ください。はい、それでは、今日やっていくのはですね、タイトルとサムネ見てもらったら分かるようにまんじゅチャレンジですね。もう何回も負けてます。んでもう今深夜しね、ど深夜し、はい、それだ、もうまあ深夜しかちょっと動画撮る時間がなかったんですけど、今日はい、それだ、パーティーご紹介します。はい、もう脆弱なボックスから選んだ、はい、えりすぐりのエリートたちです。はい、それだ、ご紹介しましょう。はい、ウルトラですね。リラーのウルトラにスキル全4つ、神キラー2つか2つに、これショーテル武器がないんで、ツバイハンター武器でちょっと対応しております。で、こちらがポロネですね。ポロネにスキルチェーン2つ、HP 強化3つ。で、コンクエストレコード、アレキサンダー大王の武器ですね。こちら、海馬ですね。海馬に、超学生スキルプラス。で、アシスト無効回復。で、スキルチェーン2つに、ブレイブースト。キング、ホノリン、アマリン、モリリンの武器。で、で、火に控えて、副属性火に変えてスキル盛りつつ、で、と火の努力を増しつつっていう感じですね。はい。で、アーニャフォージャ、私服ですね。はい、これ実は出てました。動画データが破損したやつ、時々に出ました。はい。で、聴覚性、雲耐性、スケッチェーン4つ、HP 強化の最上位のやつを2つに、恥ずかしくてダメ。もうね、ダメージ吸収無効化とダメージ無効貫通、自分以外の味方スキルが2段溜まるっていうので、はい。すごくね、無効貫通要因みたいな感じですね。はい。で、それにテープと、雲も補えるっていうね。はい。優秀。はい。で、こちらが、越前龍馬くんですね。龍馬くんに、神キラーに、消せない解除。で、赤オーディの武器つけてます。で、ね、この、進化後スキルが一旦の間、光属性、敵を偽属性に変化して、で、あと、無効貫通。で、全ドロップ強化。っていうところで、めちゃくちゃいいかなと思って、弱体がドロップ目覚めとかあるんですけど、もうそれに対抗するにはもうこれしかないなと思って、で、結構火属性多めなんで、それでもういきたいと思います。で、このフレンドさんの、ウルトラに、神キラー2つにスキチェーン4つに、スタイルチェンジキー招待武器、これがベストです。ほんまにありがたい。はい。で、バッチは HP プラスです。はい、我々の業界のパズドラ界隈の1日を過ぎました。はい。で、動画小型の開封されます。もうええ加減眠たいんで、はい。負け続けて。それでは、最高パーンっていう編集がしたいだけです。はい。かゆ、頭かゆ。OK。ふぅ。で、ウルトラ使って、会話使って、ウルトラ使って、で、アーニャ使って、頑張れますで、インターン変身、ペースかけて、で、ニャロをして、で、ウルトラ変身させて、ウルトラ変身させて、で、はい、はい。ここは次のターンで、ケゲも張ってるんで、全然耐えれるんで、はい、はい。で、こう、頑張ります。ほんまの頑張りますしてもらって。僕もこの頑張らな。頑張れますしなあかんねんけど。よしよし。こいつが一番硬いんですよね。ほんまに。こいつが一番倒すんで。いや、マッチでそんな倒した?じゃあ、こっち倒しとこうか。指が、指が短いとマジでお話になんないんで。はい。OK。よし。で、一旦送ってくるんで、はい。別にね、いいんすよ、最悪。あー、火が、ごこげしになってもた。はい。万事の解放。これ一旦なら耐えれるんで、万事の解放されても、はい。まあ、その称号をね、今から取りに行くんですけどね。これで、あー、ちょっと待って、し、いや、まあまあまあ、引っかかる。オッケーオッケーオッケー。エルも決まった。よし。私はエルです。よし。弱体が希望、弱体が希望。よっしゃ!よーし、来た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 。よし、来た。
よし来たよし来た。でこうダメージ食らってないんでウルトラ使わないです。で会話とアーニャに来るあたりもちゃんと分かっとる。なんならポロネとアーニャやってよかったのにな。でワンチャンこれ指もあと一旦で消えるんで決めれるかもしれないんで、はい、いやーしゃ、よし、OK。で、指復活したら、もう大丈夫なんで、絶対。はい。よし、で、海馬つけて、海馬つけてて、海馬使って、龍馬くん使って、ドルキョウ入れて、で、ウルトラ使って。こうしようか。オッケー、絶対決まってやるこれ。よし、オッケー。でちょっと待って、イヤホンが外れそう、もうさっきから。でこれ回復はね、もう崩しちゃいます。はい、なんなら結構アーニャの回復ドルキョウもドルキョウになってるから嬉しいんですよね。はいはい。はい。これでいいか。いやー、ちょっと待って。光を右端に置いとけばまずかったかな。あ、でも来た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 。これ光がほんまにないとか作れないとかで、普通に負けちゃうんだけど。あ、これちゃんと全部4つずつあるやん。火を作るんか？じゃあ。オッケー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 。ウルトラさんなんかもう火を作るのにこだわりすぎて全然光作ってくれへん時ある。もうまだ降ってきた、そんなやってた。いいよっしょ。で気持ち貯めたいんですけど、いやこの子こっちちょっと貯められないんよな。引きだから光をテープは大丈夫。光を三つ消しとかで。で、この人も特に何もしてこないんで、弱体化しかね、してこないんで、はいはい。で、光さえ別に消さなければ、そんなに害はないんですよね。で、5か4フロアなんで、残り4、挑戦の時にストレートで、会話の軽減を使いたいんで、残り4になったら抜きに行こうかなと思ってます。でこれ大量のマイナスドロップは全部つなげて消す。よっべ、ちょっと待って、これやばいんちゃう、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 やばいんちゃう。よかったー、よし、よし、これでいこうか。はい、ここはね、もう光だけでいけるんで、光だけ、ちょっと待って。光さえ4つ消してたらもう全然余裕でいけるんで。OK、よっしゃ。ワンチャン。よし、肩凝ってきたよ。ワンチャンね、ポロネが次ミスってもいいように。ポロネっていうかパズルっすよね、僕のプレイヤースキルがミスる可能性が多々あるのでそれも計算に入れた上でプランを組み立てないと。スタミナだけがパズドラのスタミナもやし、僕のスタミナもどん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 削られていく。もう削られてますけどね。もう持っていくとこない。よし、光三蔵。よし、光三蔵じゃないときついんですよね。闇三蔵ちょっときつくて、僕。よし、ここやったら結構割とゆっくりいけるんで。はいはい。はいはい。水と光と
L、L、OK。2超える決まった。次多分光5個多分作れないんで、あ、作れるかなこれ。もしかしたら。2個決めれたらね、もう全然いっていいんで。ほい。あ、ごめんなさい。なんか、通知が来ちゃった。やっべーい。よし。いけるでしょ、これで。よーし、OK。で、これで挑戦が来ても、ストレートで、剣張れると。よしよしよし。はい。火を消せないんか。火を消せないんで、火を敷いて、はい。よしよしよし、降ってきたことで、火が4つ消しになった。ありがとう。ち、やられたぜ。よし。挑戦、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 頼む、挑戦、頼む。よーし。来た。これは負けられないね。まあ大丈夫。で、海馬使って。これでいいか。よし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 。海馬使ったよな。使ってるね。オッケーオッケー。絶対勝つ。で次豚さんじゃなかったらいいんやけどな。よし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 。オッケー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 。でここはあの属性吸収一旦だけなんで、はい、はい、回復回復だけ、はい。光さえね、4つしといたら、ぐわーんって回復してくるんで。よーしよしよし。一旦だけちゃうか。色が変わるだけか。はい、でも、ここ、経験張ってるんでね。そういう点では、もう、海馬が、めちゃくちゃ優秀よ。はいはい。よし。はい。水木吸収の時に行こうか。で次、ボルスーンが、ルデット上着してくれるんで、はい。ここで、待って。いやー、ちょっと待って。いや。はい。いやー、こういうことね、起こるんでね、僕は。僕は自分のパズル力を信用してないんで。でも一旦で倒さないようにルーレットずっと作られるんで、はい。ルーレットがマジで鬱陶しいんだよ、ほんまに。僕はルーレット嫌いすぎるんですよね、ほんまに。あ、ちょっと待って。いやー、ミスったー、ミスった時に。はい。はいはい。これ、あれちゃう？もしかしてワンちゃん？ボテックウェーブ？いや、ロック。あ、さ、一旦目はロックなんや。一旦目ロックやから。色決めへんかったらね、ロックなんすよ。んで、ここで、T 字消しも決めて、昨日。うい、隙間貯めてくれて。はい、オッケー。ここで行こう。ごめん。ように利用させてもらった、ボルスンさん。で、これ、キーやったらこっちの、ウトナで行こうか。都合のいいように、扱ってごめんよ。はい。よし。時間もまだたっぷりあるから。よし、OK。よし。まあ、ちょっとね、月にも貯めたいんでね、やっぱり。あ。はいはい。これはラッキーですね。この子は結構当たりっすね、僕的に。
はい、もう水なんか全然つなげていいんで、はい、ほい、目と土産に食えてる。回復力減少意味ない。よしよしよし、来て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 、会話があと3体か絶対溜まるから、僕ウルトラね、光さえね追跡してあげたらもう、これは全然余裕なんですよ。はい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 、よーし、けー、はい、あとはよし、雷神さんあたり、雷神さんあたり、牛魔王が一番どうしてほんま僕は無効貫通使いたくないんで適当に耐えまーす。吸収無効になったタイミングで仕掛けます。よし、アーニャの目も溜まったし、はい、よーし、じゃあロック解除しようか。じゃあな、水やな、水と火やな、そうやな、はい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 。で、光さえがっつり4つ石してたら万が一ね、やってもグワーン持ってくるんで、ほらほらほら。で、ここもロック解除していきたいですね。そうそうそう、会話の副属性が火になってるんで、で、ここで属性吸収、じゃあ吸収無効になってくれるんで、このタイミングで行く。こうか。よしよしよし。10分残しで。OK。はいはい、ここでミスないようにね、ほんまに。ルーレットの位置、あーちょっと難しいな、僕的にも難しいんですよね、ここ全然難しい。そうか、火を左端で組むようにしたんやな。はいはい、はい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 、ここはもうやめとこうか。マイナス設計しとこう。よしよし、いえいえ、ちょっと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 、 OKOK で、ウルトラ使って、リョーマくん使って、で、火、光、水、これでキョ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 、泥強もモリモリマシマシなんで、よし、いけ、うわきつい。で、これもいきなりいっちゃいます。泥鏡が残ってるうちに行っちゃいますと。で、ウルトナ、カイバで、アーニャ上の頑張ります。はい、で、ウルトナ使って、はい、ちょっと待って、いやー、ちょっとパズルがひどい。オッケーオッケー、次いけるでしょ。オッケーオッケー、そっちのウルトラ正解、しかもルーレット、ちょっと待って、火は攻めて決めよう。やっ
べえなこれ。オッケーオッケーオッケー、はいはい、いいやチンか。オッケーオッケーオッケー、暗闇は大丈夫じゃないね。光、これか。で、こことここ、OK、これよし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 、まだ軽減が効いてるんで、よし、はい、雲は大丈夫、よし、で、はい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 、できるだけ弱体化を消して、はい、これで、よし、そろそろかな、龍馬くん、いや、もうちょっとか、はいはい、あと2ターン、あと2ターンやったら、こっちのウルトラの時に、ちょっと変わってくれるから、ラッキーラッキー、ここは、待って。よしよしよし。よし。よし。はいはい。オッケーオッケー。で、ウルトナーで。あんま消さんとっか。じゃあ、光だけ。はいはい、いやーちょっと頑張ろうこれ、アーニャの頑張りますもして、龍馬くんも使ってで、これで決めよう、やっでもうた、よいしょ、おっしおっし、よしよし、いい、ピュー、よっしゃー、早速書取ります、いや、それこんなタイミングでイヤホン落ちる、イヤホンどこ行ったもん、ああ、いや、疲れた。はい、それでは称号を受け取りましょうか。クリア称号。称号設定つけようか。保護しとこう。はい、いかがだったでしょうか。こんなね、なんか趣味パに見えて、はい、結構、目的に、理論立てして、今ある現状戦力で、クリアできる編成を、組んだので、はい。もしかしたら、どなたかの、幸い、参考になれば幸いでございます。ハイレンとか、なんて言って、フェスゲンヒロインとか、子たちが、いない方、リュウメイとかもいない方、僕も実際全部持ってないんで、はい、それでも、こんな勝ち方で無理やりクリアできるということを、はい、お届けできて、よかったです。ね、僕も称号取れて、よかったです。これからも、万寿芝居のある、よろしくお願いします。それでは、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。最後にご視聴いただき、ありがとうございました。もしよければ、チャンネル登録、高評価してくださると嬉しいです。それでは、私、お会いとゆうでした。もう、5時や。それでは、バイバイ。